マザーの音楽を仕事しながら聴くようになってたんですよちょうどずいぶん昔のものなんだけどやっぱ面白いんですよねで、それぞれの人がその時に持っている力をやっぱり発揮してじゃあ僕はどうだったんだっていうと僕はだいたい仕事し終わると忘れるんであの苦労したっけなっていうのを笑いながらしかこう言えないんだけど やっぱりその中にこう込めたものだとかこれやろうとか言って足してったものの,あの質と特にその容量のこととか心配しなくなったマザー3っていうのはあの入れていいんだって分かってるからこれもしようとかあれもしようとか。 割に勝手にそのなんだろうそれが結局のところ後で自分を驚かせてくれるんですよこんなことしてたんだみたいな色もやっぱりあのカラフルなんですよものすごくでそのカラフルさがあのつまんなくならないでカラフルなんで,で多分俺はそこは。 できたねっていうぐらいで口はは出してないはずないずんですよねまあ初期の頃違うよって言ってた頃は散々出してたけど進行してからはもうなんか出てきたものに対してああいいんじゃないかなっていうのでやってったから自分のこうセリフをやるのが最後の仕事になったわけで。 でそここののところでででプレーに集中できたんですよ、ね、でやっぱりマ,マザー3っていうのは、うん、2のこうある種の明るさに比べてその切ないが入ってるんであの進めにくいところも今まであってみんなが2で喜んでるところに3もいいんですよねっていうのをなかなか遠慮してたんですよね。でも今になってみると、うん 込めた気持ちっていうのはスリーが一番あるんじゃないかなそう言うとどっちがいいとか言ってるみたいだけどそうじゃなくてなんかごちそうなのか相松さんもなんかわかんないけど入れたものは一番スリーが多いんじゃないかなと思ってそれみんなが味わってくれてるの嬉しいなマザーの遺伝子とかみんな言うけど 3から伝わってるものってやっぱりすごくあってあのちょっとしたホラー的な要素もあるし大人が動くゲームなんですよだからそれをもっとこうみんな時代ももうこれだけ経ったんであの子供用のゲームの形はとってるけど。 子供もやれるというか大人が十分にその楽しめてで子どももわかる子わかるよっていうそういう,こう雪だるまが逆さになるみたいなそういうことでマザーを伝えていけるかなと思ったんでなんかどう言えばいいかわからないままに。 本当に思っていることとしてすごくいいよっていうのを言う機会が欲しいなと思ってあの思えばなんで「マザー」っていうタイトルなんだろうってみんな割に軽く考えるんだけど「マザー」と「マザー2」を作った時もうん 聞かれたんだけど答えるとそれで「ああそうですか」つっつておしまいになるんですよね。UFO 的なマザーシップのマザーっていう意味もありますしねみたいなそういうところでこう収まってたんだけど思えばなんかこう主人公がマザーではないのに「マザー」ってタイトルってちょっとなんか邪魔すぎるというか自分に。 改めて今考えると問いかけるわけですよ。これ多分僕自身の中にあるその母親っていうものに対するこうどういう気持ちでいればいいかわからないっていうあたりのなんか謎ですよね。その見えないテーマ。前に出てるテーマはそうじゃないんだけどなんか。 本当わかんないんだよっていうことについて僕のこう非常に私的なプライベートな意味でのマザーってつけたかったんだっていうその気持ちが3の中にやっぱり特にたくさん入ってるような気がして2の時のお母さん1は1も2もそうなんだけど <laughs> 非常にこう明るくって、えー、あんまりこうエモーショナルな部分っていうのを前に出さないで深刻になりがちなところをポーンと弾いてくれるみたいなそういう母親像を出したでこれはうん,多分うん多分、ね、あのこうでありたいこうであってほしい世の中のお母さんもそうだったらいいのにな いう気持ちがあっってあの母親像を作ったんだと父親なんかねその出てないですからねその画面の中にね。であれもやっぱりいなくてもその父親だっていうあたりのこう関係性みたいなものっていうのを実際にああいう父親にの下に生まれた子供っていうのは ああいう付き合い方はできるし「お父さんいないんだってね」って言ってこうずっとこうつながってるから。であれはあれはあれでこう自分の私小説みたいなところがあって自分と子供との関係が父親とあの主人公の関係だったとすれば母親っていうのは分かんないんですよ本当に。 2でい,い,いるとすれば理想像っていうのはこういうことなのかな母親像っていうのはこうなのかなっていうのをやって3の時に仕切り直しで全部作れるんだと思った時に <laughs>、うん、まあネタバレにならないように言うのは難しいんだけど母親がいないっていうことについてのこう物語が自然にできちゃったんですよね。 だから多分スリーに対する思い入れが強くなってるんじゃないかと思うんだけどなかなかすごいことでうんこう喧嘩ばっかりしてる母子っていうのはいっぱい見てるんだけどいなかったっていうことをそのなんか物語の,の難しいんですよねでもあの中の主人公たちはあのいないからスタートするみたいなとこがあって。でその 関係が夫婦でその主人公の, <laughs> あのお父さんとお母さんの関係っていうのはすごく物語に引きずる,るんだけど息子っていうのはあのこの子たちお母さんがいないんだよねって同情されるシーンとかなかったと思うんですよほとんど。そこのところでなんだろうなハンディエを背負ってるって思わずに生きてる。 子供っていうのがなんかか。言ってみればあのマジプシーたちが母代わりだったりするし、うん、いろんなところでその家族に絡むようなことっていうのはたくさんあるんですよあの中にね。で血がつながってるかどうかを別として家族を考えるっていうのがまあ お父さんがどう変化していくかとかそういうゲームの世界でなかなかそういうややこしいところを遊びの中でこう盛り込んでやっていくのは難しいようなことを割にやっちまったというかその性別だとか家族のそれぞれの関係だとか友達だとかどう親しくなるかだとかその 敵の心情だとかいろんなものが結構その割安が来たぞやつけるぞっていう話じゃなくてものすごいややこしいことを平気であん中に入れててそれぞれがこう不完全でっていうので物語をあそこまでこう作り通せたっていうのは。 時間があったからなのか僕がうんやっぱり精魂込めたんだと思うんですよね。